1、2歳ぐらいからここに通い始めて、で、卒業するまでずっとここでしたね。ここで2007年の能登半島の地震が起きて、母からよくその避難していた方々に、お世話してもらったっていうのを聞かされていたので、私にできることがあればしようっていうその思いでやってます。私が炊き出ししてる時もなんかみんな、まあ早くここを復興して早く住みたいよねって言ってる声を聞いたりしていたので、ここの地区がみんな好きなんだなってことをよく実感してます。人の話し声が飛び交っているとことか、あまりその知ってる人じゃなくてもその話しかけてくれたり、挨拶をお互いに笑顔でその言い合ってるところがすごくあったかくて好きです。この街は好きですか？はい。